坊主さん、すいません、はい、まあ、もうすでにあの試していただいているこのダツルのものなんですけど、はい、まだ内容はお話しできないんですけど、はい、打っていただいててどうですかね。やっぱりコントロールがすごいしやすいのと、ネットに出た時のこうボレーの安心感がすごく、僕結構サーブ&ボレーとかも、はい、実はやるんですけど、あ、そうなんですね、はいはい、ネットに出ていった時のこのなんていうダズル、このラケットのボールをしっかりと包み込んでくれる感じというか、こう狙ったところにボールがピンポイントでこの飛ばせるっていう感触がすごい気持ちがいい。なんか一回ここにボールが乗って運んでいけるような、はい、そうですね、感じですかね、はい、まあ、実はそれが本当の特徴でもあるんですけど、あ、はいはいはい、であとはやっぱりコントロールしやすい分、そのストロークが安定しやすくなるんで、安心してこうラリーができるというか、回転も、はいはい、かけようと思ったらしっかりかかってくれるし、ボールがどんどん振れるって感じですか。そうですね、はい、引っかかってくれるというか乗るって感じですかね。なんですごい振り抜きやすいですね。あ、はい、本当に まだね、何もお話できないんですけど、そうです、僕も何のスペックも聞かされてないんで、はい、ただ打った率直な感想だけなんですけども、はいはい、まあ、2種類ある方で、まあ、言えるのは軽い方の方をマモさんには持ってもらってます、はい、というだけしか。こっちは軽い方で、はいはい、それ以上はもう何も。あ、わかりました。はい、バモス。